トミシはるか、さとね、まほ、私たちはセゴでーす。ということで、はい、3日間青、ピンク、緑の食べ物しか食べれないもの生活。冷静にきつくないですか、はい。いやめちゃめちゃきついけど、うちはまあ緑といったら野菜中心に、うん、まあ考えればいい話なんですけど、うんうん、青問題だよ。死ぬなよ。まあでもマホはね、ピンクはなんかまださ、お肉とかさ、お肉大好きだからさ、全然。え、でもお肉焼いたらちゃうだからダメだよ。生で食べます。こっちの方が死ぬなよなんだけど。まあ野菜だけっていうのもきついかもしれないけど、うちは健康的な食事だけどね。二人は本当に体に悪そう。の色が青ピンクとかになったら写真撮るどうする。しかも食食料も買ったからこのために。そうなんだ。100均でね。じゃあ3日間頑張りましょう。はい、ということでレッツセゴー。ということで私のピンク食べ物生活1日目はたらこ、さくら餅、かまぼこ。ちょっとなんか今無性にたらこが食べたいから、ちょっとたらこをもう食べさせていただきます。いいな、でめっちゃ美味しそうじゃん。おピンク、かまぼこピンクかな、なんか白な気がしてきたんだけど。中は白で、じゃあピンクの部分しか食べれないってこと。あーもう開けないだ。あでも見て上の部分結構食べれるよ、ほら。いただきます。ね、ご飯って食べたい。おいしいおいしい。どの名字。ごちそうさまでした。はい、ということで琴音と一緒にエッグシングスに来ました。チョコミントのやつ、青い食べ物なので僕はこれ食べます。はい、ということで私は抹茶ティラミスパンケーキ。これいちごとか、まあいっか、残すのもったいないし。うまっ、うまっ、うまっ、うまっ。なんかさ、青い食べ物って食欲なくなるって言ってたけどさ、その通りかも。誰だよ、やろうって言い出した。しかもこれも買ったんですよ、グミ。やばいねえ、めっちゃいい匂いするお肉の。それずっと食べた気になる。うん、肉いね。なんかミントみたいな葉っぱ入っててびっくりした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。髪の毛染めてきます。これ食べます。はい、ということで髪の毛染めてきました。どうですか。今日はヨーグルトにこちらの着色料を入れてメルヘンなヨーグルトを作りました。でもいつも食べてるヨーグルトだから味は美味しいけど見た目がやばい。はい、ということで今から1日目の夜ご飯食べていきたいと思います。結構張り切りすぎてめっちゃ買っちゃった。今日はね、主食はこちらと、きゅうりと枝豆とアボカド、あとチンゲン菜、こちらでスープ作っていきたいと思います。ほらほら、鮭、こんな茶碗はやめて食べましょう。ごちそうさまでした。いただきます。やばい、そばが固まってる。うん、うまい、うまっ。はい、ということで私は実家にいるんですけど、美容室がすごく長引いてしまって、あ、金髪にしました。今日の夜ご飯発表します。鮭でーす。もう実は夜の12時なので、もうこれだけで済ませたいと思います。んー、なんかお魚食べんのむずい。ごちそうさまでした。あわさびキャベツか、辛っ。
ごちそうさまでした。それでは明日の朝、2日目の朝ごはんです。いただきます。ほうれん草クリーム、もずくです。めかぶとさ、もずくあるけどさ、みんなはどっち派ですか？私は断然もずく派。まだ2日目の朝でめちゃめちゃ余裕なんですけど、肉とか食べたくないのかな。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はオフィスに来ております。昨日買ったイケアのドーナツをみどこさんに食べます。いただきます。ん、そうだそうだそうだ、マジなの。うん、え、うまっ。最後の一口いただきます。青の食べ物を食べたせいですが、なんか花がいつもと違う感じです。体に異変が起きております。2日目でした。はい、ということでピンク食べ物生活2日目のお昼です。朝は起きれなかったので昼からスタートします。実は私食べれなかったんですけど克服しました。生ハム、このご飯にかけて食べようと思います。え、ご飯ピンクじゃないじゃんって思ったそこのあなた。ピンクにご飯を染めていきたいと思います。すわま、あっつ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 。なんかピンクのものばっか食べてると思う、なんか体中ピンクになっちゃいそう。うまっ。うまのはあれですよ、ことねちゃん。うん、ごちそうさまでした。はい、ということで2日目のお昼ご飯です。今日はちょっと会社の方に用事があって来てるんですけど、コンビニに売ってるのはサラダだけでした。まあ本当はパスタを作って持ってこうと思ったんだけど、ちょっと朝作る元気がなかった。いただきます。うん、トレイルサラダうまっ。サラダ完食、足りない。はい、実家に帰ってきました。なんか脳が反乱を起こしてんの。野菜食え野菜食え野菜食えっていう。青野菜で調べたらナスが出てきたんですよ。ウェブで認定されてたからナスにしました。ナスとご飯、こんなご飯食べたことないんだけど。久しぶりの野菜、いただきます。てかバランスがいい食事しとってないから元気ぐるなっく。今夜の9時なんですけど元気もりもりだわ。ごちそうさまでした。明日は青いラーメンに挑みたいと思います。今日はお風呂に入ってゆっくり寝ます。2日目ありがとうございました。さよなら。はい、ということで2日目の夜ご飯です。こちらとこちらとアイスにしました。食べます。これ桜味なんですよ。あ、これって食べていいのかな。食べます。バラ、最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。おはようございます。最終日のお昼になりました。昨日言ってたラーメンを食べたいと思うんですけど、なんか僕はアマゾンで見つけたんですよね、ドンラーメンっていう。見てやばくない？今回の見どころはこの卵なんですよ。なんか汁につけたらちょっと色が取れちゃった。もう分かってる、味は美味しいと思う。ま、金髪ももう最後か。まあこんぐらい食べました。残り半分、急ピッチでいくぜ。完食、イエーイ。ゾンラーメンありがとう。おはようございます。お昼に起きてお腹が空いたのでちょっとマックに行きました。こちらがあったので
を食べていきたいと思います。マックに新作が出ててこれは行くしかないと思ってきました。これはギリギリピンクだよね。若干赤っぽいんだけど。あまりはお家に見たいと思います。バイバイ。はい、ということで最終日なのでホットケーキを作っていこうと思うんですけど、見てください、これマグマ卵がさ黄色だからさ、着色料残ってる分全部入れたのに緑色になっちゃったんだけど、生クリームは水色になったんで はい、ということで完成したので食べていきたいと思います。美味しそうに見えないよね。うまっ。これが最後の晩餐か。この3日間生活が終わったら絶対寿司食べる。最後の一口いただきます。完食しました。はい、ということでピンクの食べ物生活ラスト3日目の夜です。さっきもうコンビニに行ってきたんですけど、ピンクの食べ物ないです。もうかけられてきた。ハムと明太子、最近もうハマってるんですけど、ピンクのモンスターとキノコのスープパスタなんですけど、ピンクのスープで続きがいただきました。最初はね正直余裕だよって思ってたんだけど、やっぱり好きなものが食べたい。いただきます。マジ偏食じゃない。何より寂しいのはね、金髪卒業することなんだよ。ハムリーハムリー。ごちそうさまでした。妹が帰ってきた。はい、ですね、2日目の夜と3日目1日中食欲がなかったっていうのと、編集にめちゃめちゃ追われてたっていうのでご飯食べてなかったんですね。せっかくねパスタとか買ってたので作って食べたいと思います。いただきます。ジェノベーゼパスタ、いただきます。うん、あ、食事っていいわ。まず動画だからうんみたいな作ってるって思うかもしれないけど、リアルリアル。ということで完食しました。3日間緑生活を見事終了させました。イエーイ、お疲れ様です。バイバイ。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。はるか、まほ、ことねの SNS のフォローもお願いします。次は何の丸々生活になるんでしょうか。なんかリクエスト、やってほしいリクエストとか、3日間これしてほしい、この縛りでやってほしいっていうリクエストがあったらぜひコメントしていただきたいです。以上、シェゴでした。バイバーイ。